はい、皆さんこんにちは。アイズチャンネルのあきくんです。今日来ているのは福島県喜多方市慶徳地区というところへ来ているんですけども、今日はね、梅越西線喜多方大和間にある、線路沿いに来ています。まあ、山の中なんですけどもね、ここには、実はね、今から100年以上前に、使われなくなった、廃止されてしまった鉄道追道があるということなので、今日は来てみました。その追道の話っていうのはね、前から知ってはいたんですけども、来たいなってはねずっと思っていたんですけど、なかなか来るこう機会がなくて、今日ねようやく来ることができました。使用されなくなった理由というのが、その随道の一部、まあ、西側、新潟側の入り口の方がね崩壊してしまって、まあ、地崩れですね、崩壊してしまって、使える状態じゃなくなってしまったということで、使用を停止されたということなんですけども、そして今僕がね歩いているところが、その旧梅越西線、梅越西線の喜多方大和間の線路敷きだったところですね。ここがその廃止される前にちょうどねここに線路があったようです。そしてその随道が崩壊してしまって使用されなくなったので、現在は今僕が立っているところから南の方へね新しい今現在使われている線路が敷いてあります。それではねその随道へ向かって行ってみたいと思います。ちょうどね僕が歩いているところがそのね線路があったところのようですね。ずっと続いてるんですが、そして、車を止めた地点から本当に、少し歩った、50メーターぐらいですかね、50メーターぐらい行ったところに、あるということなんですけども、ちょっとヤブがね多くて、あ、そしていきなりなんですけども、ありました。もう発見してしまいました。ちょっとね発見するまでの興奮やらワクワク感っていうのがなかったかと思いますが、まあ、そこはそれとして、いきなり発見してしまいました。はい、ちょっとね笹やぶが、僕の身長より若干低いところまであるんですけども、わーすごい、はい、皆さん見えますかね。今目の前にあります。この随道が今から111年前に作られた喜多方側の高校になります。入り口ですね。いやレンガ造りの威厳に満ちた、トンネル入り口になりますね。はい、周りはすっかり静まり返っていて、一っ子一人いないところになります。そしてこのトンネルの目の前にちょうど真正面には、木が生えています。そしてねその奥に静かに佇むトンネル入り口があります。トンネルの中の方はね真っ暗で見えないんですけども、喜多方側っていうのは作られた当時そのままの形を残しています。こちら側はね作られてね廃止になるまで8年ということだったので、まあ新しい状態で廃止になったようなんですけども、本当に綺麗な状態で残ってますね。ちょっと近くへ行ってみましょう。トンネル、このトンネルは大体200メートルぐらいの長さだったということなんですけども、まあ、当然ね向こう側は崩れているので全く見えませんが、中から涼しい風がスーッと吹いてきますね。真っ暗ですね。このレンガ造りは本当に美しい造りですね。あ、僕の声が響きますね、トンネル内部に。
はい、こんな感じでね、すごい立派なトンネルで、現役でね、全然使えそうな感じです。じゃあこのレンガに近づいてみましょうか。こんな感じの作りになっています。こんな大きさですね。本当に、もう作られたばかりのようなね、すごい綺麗な状態で残っています。そしてトンネルの入り口はこうして1メートルぐらいのコンクリートに塞がれていて、まあ中へ入るのね、ここを越していけばいけそうですけども、中がねすごいね、こう水があって、すごくこうドロドロした感じなので、中まではね今回というか行きませんけども、はい、このトンネルが作られたのが明治43年、今から111年前になるということで、まあ、当時ねこの工事に携わった方っていうのは、今現在ねこの世には、存在していないことになるんですけども、本当にねたくさんの人たちが、このトンネルの工事に、携わり、そして、苦労してね作ったのかなと思いますけども、その当時の人たちのこの偉業というかねっていうのは、今ね111年経った現在でもこうして綺麗に残っているっていうのはある意味すごいことですよね。これから何年先までこのトンネルが残っているのかは分かりませんけども、まあ、本当にね今までこうして残っていたということはこれからもねもうしばらくまだしばらくね残っているのかなと思いますけども、本当に立派な作りになっています。北方大和っていうのはね険しい山間部を越えて行く場所なんですけども、本当にこのトンネルが開通した当時というのは待望の、開通、待ち遠しいね皆さん住民の方が、今か今かと待っていた隧道になると思います。そして開通の喜び、北方と大和川を結ぶ、そしてねそれから8年後にこの隧道西側新潟側っていうのが、崩壊し、そして1年間ね北方大和間というのは不通になっていたそうなんですけども、新たにねこの南側に今現在使われている線路が敷かれてまたね開通したということになります。はい、皆さんどうだったでしょうか。この隧道はね松の隧道という名前が付けられているそうです。まあ、この辺りがね北方市の慶徳松野という地名なので、松の隧道という名前が付けられたんだと思います。本当にね、何かこう威厳に満ちた、昔の人たちのね偉業っていうのをすごくね感じる作り、そしてトンネル隧道でしたね。それでは、西側新潟側のね入り口というのはつぶれてしまったということなんですけども、そちらの方へ行ってみたいと思います。